男女関わらず自分の手からエナジーボールを出せる。大変自分の中では楽しくやっています。現実の世界で波動拳を出せたらどんな感覚なのでしょうか。波動ファイト。それを実現した大人気 AR スポーツゲーム波動のアリーナが上海でオープンしました。アリーナは広さ2000平方メートルと世界最大規模です。頭にヘッドマウントディスプレイ、腕にアームセンサーを装着すると格闘ゲームストリートファイターのキャラクターリュウやシュンレイのように波動拳を出しながら敵と戦うことができます。ストリートファイターの波動拳という技がありまして、そこから由来しています。日本と中国で開発した画像認識技術、そしてモーショントラッキング技術、そういった技術の組み合わせでこの波動というものが成り立っています。やはり上海は中国の、とても影響力のある都市なので、上海に置くことで中国全土に影響力を持てるかなというふうに期待はしています。中国は波動を代表とする AR スポーツゲームを普及させるため、上海アリーナで中国、日本、韓国など各国の選手を招聘し定期的に試合を行っています。ルールは簡単。3人1組で80秒以内により多くの波動拳を敵に当てたチームが勝利します。国際的な対戦を通じて互いの戦略を競いながら、チームワークの向上と友達が作れるので参加を希望する選手ばかりです。因为团队协作考验的是说队伍之间的一个默契和配合。日本选手他们相对来说经验会比较丰富一些，因为他们打了很久嘛。日本のプレイヤーは結構しゃがんだり立ったりするんですけど、結構戦ってて横に大きく動いたりとか、あとポジションを入れ替えたりとかするのがあんま日本ないので、そこで最初ちょっと驚きがあったって感じです。来年の夏は2年に1度の波動ワールドカップが上海で開かれる予定で、30以上の国と地域からトップ選手が参加し、賞金総額13万8000ドルをめぐって戦いを繰り広げます。